はようございます。おはようございます。はい、というわけで本日の動画なんですけれども、はい、サファリランドの体験ものを紹介しよう。よっしゃ、やったー。はい、今回ですね、はい、サファリランドさんの方でまあいろんな体験ものができるんですけれども、うん、それをぜひですね、はいはいはい、皆さんに見ていただいて、あのサファリランドに来る時の参考にしていただけたらなというふうに思っております。はい、はい、ということで、サファリランド来たことありますか？ありますよ、もちろん。地元民はやっぱ来るでしょ。やっぱ来ますか。うん、動物園ですからね。あ、動物園だけで遊園地だってありますから。そうですね、子供大好き、子供連れてきたらやっぱ、ね、うん、喜びますからね。はい、はい、なんかどれが一番好きとかありますか？僕はね、はい、ホワイトタイガーが好き。ああ、ホワイトタイガ ー、いいですね。子供はレッサーパンダが好きだから、餌やりができるのがね、確かにいいよね。すごい可愛いのよ。ちょっと今日できるかあれなんですけど、ホワイトタイガーも実は餌やりができたりするんですよ。そういったところも皆さんに見てもらえたらいいな。はい、どうですか、最近来られました？僕はちょうど今これ撮ってる3週間前ぐらいに来ましたね。おお、はい、何が良かったですか？やっぱり車に乗って見れるっていうのがいいと思います。コロナ禍でも楽しめるアトラクション、うん、アトラクションじゃないですかね。そうですね、感染対策もできるから、そのまま自分の車で入れちゃう。そうですね、いいですよね。はい、ということで、はい、と早速ですけれども、エサやり体験の、あ、楽しみですね。はい、はい、やっていきますんで見ててください。じゃあ行くぞということで、本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今からエサやりバスに乗っていただくんでね、はい、ぜひ楽しんでてください。どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。お邪魔します。お、俺がエサやりバス。エサやりバスですね。おー、おー、あ、とりあえず、あ、ここだ、これか。へえ、すごいすごい。じゃあここ座って、ここ座ろうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、平田、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今からバスで出発しますけど、その前に餌のあげ方をお話ししておきます。はい、お願いします。餌のあげ方ですね、前にですね、小窓がありますんで、うん、小窓を開けていただいて、シートの下に金属のハサミがあります。そのハサミで餌を取ってほしいんですけど、これが餌になります。それを誰にあげるかその都度お話しますので、はい、それまで足元の方に置いといていただいて構いません。分かりました。くれぐれも素手であげないでくださいね。はい、参考なくなります。危ない危ない。しゃれじゃね。終わりましたら、まずはハサミを元の位置に戻しておいてください。そうすると、はい、動物たちも餌に終わったっていうのが分かって、他の方のとこ食べに来ますから。おー、なるほど。元の位置に戻しておいてください。はい、では出発しましょうね。はい、お願いします。確かに冷房効いてる。これ暑い夏でも本当だ。大丈夫ですね。左手に見えるのがマイカーで入園されるとき、あちらですね。こちらから、車に乗ったまま受付ができて、そのまま入れていきますからね、降りる心配ありません。いいですね、これは。通信車内から動物を観察していくことになります。いや、素敵ですね。はい、では動物のエリアに入っていきます。はい、まずはエレファントサンクチュアリ、ゾウの保護という意味のエリアに入っていきます。ゾウの方に寄っていきます。うわ、近っ。おー、すげー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 。ゾウだ。うわー、立てる。すごいすごい、立てる。これはすごいよ。みかみかみか。おー、すげー。すごい勢いで。すごい。1頭だけ。かっさらっていったね。やばいね。そうならいだよ。手前の子がアキちゃんって言いましたね。こっちの子の方がちょっと強いんですね。アキちゃん、せっかくなんで、もうちょっとご飯あげてみましょうかね。おアップ、アップ、アップ。どうした？アキ、アキ、アップ。おー、すげー。アップ、アップ。アップって言って足をあげます。おー、あげてる。すごい。おー、食べとる。はい、反対は反対、反対。アキ、反対は反対。すごい、わかるじゃん。すげえ、わかるんですよ。はい、じゃあ次。すげえ。この子たちはアフリカから来たんですけど、ちゃんと日本語がわかる。すごい。おお。アフリカ育ち。バイリンガルだね。日本で覚えたってことで。はい、
最初の餌やり場所に入っていきます。ここでは静かに緑の粒とパンをあげていただきます。お、緑以外を全部やっていただきますので、終わるまでお待ちください。なんか刺してきてくれてるよ。ほんとだ、分かってんだね、こっちが。ほんとだ、わかった、見て見て、すごいすごい。おぉ、キーパーのから。おぉ、すごい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 。ちょっと、行きます。おぉ、すげえ。ちょっと、ここ、光るよ。おぉ、めっちゃ舐めてる、舐めてる。おぉ、早く蹴れと言わんばかり。そうだね。あげてみ。じゃあ、パンやってみようかな。うん、パンを。はい。めっちゃ怖いだろ。君か。あ、力関係が見え隠れ、ね、強いね。ほんとだね。じゃあどんどん上げていきましょう。あ、ほんとだ。よし、OK かな。いや、すごかった。先生終わったら窓とハサミを元の位置に戻しておいて、戻したらちゃんと分かるんだ。お開き感をちょっと。お開き感をいいですよ。うなだれてる。じゃオッケーですかね。はい、はい、じゃあ次行ってみましょう。本当だ、諦めて帰ってた。ここまでが草食動物エリアで、この先肉食動物が待ってます。いよいよ迫力が、肉食が来ますね。近い近い近い、すぐすぐ。おお、すげえ。実はそこの筒に餌が仕掛けてあります。おー、すげえ
それは。すごい。あ、やばいねこれ。おお。チャンネル登録お願いします。お願いします。また見てねー。